まず瀬野正信議員の質問を許可します。瀬野議員。おはようございます。一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。それでは通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。まず、公園の駐車場の有料化についてお伺いいたします。4月からワニ公園や中野池公園の駐車場が有料になりました。プールやテニスコート、運動場などの有料施設についても料金制が導入され、8ヶ月が過ぎたところですが、6月定例月議会でも同様の質問をしましたが、有料化になってからの駐車場の管理状況及び有料施設の利用率並びにワニープールの入場者数の昨年との比較結果についてお聞きいたします。次に東武公園の駐車場対策についてお伺いいたします。東武公園の駐車場不足の解消についてお聞きします。私は6月の定例月議会において、東武公園の駐車場は土曜日日曜日の野球大会時には混みすぎて車を止めるスペースがないため、駐車場の増設や隣接する東武清掃工場の駐車場の臨時使用について早急に取り組むべき課題であると指摘しましたが、その後の進捗状況についてお聞かせください。次に中堀片野線整備事業についてお伺いいたします。中堀片野線整備事業は失礼しました。当事業は京阪電車沿いの不動八尾枚方線から東へ約550メートルの区間において、平成27年度に事業認可を取得し、現在事業が進められております。私もたびたび現地へ足を運んでおり、地域の方々と接することがありますが、この辺りは福音が狭い道路が多く、また佐田小学校への通学路にもなっているため、子どもたちの安全確保や地域の利便性、また防災性の向上のためにも、この中堀片野線の早期整備を望む声をお聞きしております。現地を見ますと、南中堀1丁目地内の規制住宅地は整備工事が完成しているように見受けられますが、改めて現在の整備状況と今後の進め方についてお聞きいたします。次に結婚新生活支援事業についてお伺いいたします。この事業は本市で新たな生活を始める新婚夫婦の住居費用や引っ越し費用に対し補助金を交付する事業と認識していますが、その取り組み効果についてどのように捉えておられるのかお伺いいたします。最後に循環器病対策についてお伺いいたします。脳卒中や心臓病などの循環器病は全身の血管の老化やストレスが影響しているもので、生命および健康にとって重大な問題であります。現在循環器病による疾病は死亡や介護の主要な原因になっているとのことで、病気を患った方のみならず家族の負担も大きくなっています。国はこれらの状況を受け、脳卒中循環器病対策基本法を成立させ、2019年12月1日より施行し、循環器病の予防等に取り組むことにより、国民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を図り、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進していくものとしております。本市においても循環器病対策に取り組んでいくことは重要であると考えますが、この法律の制定をどのように
受け止めておられるのか、見解をお伺いいたしまして、1回目の質問を終わります。山下土木部長。はい。公園の駐車場の有料化についてお答えします。まずはじめに有料化後の駐車場の管理状況については、課題であった長時間駐車車両の解消ができ、道路も混雑せずに円滑に駐車場利用が図られていると考えております。次に有料施設の4月から9月の利用率について、指定管理者から報告を受けた利用率について報告いたします。ワニ公園では昨年の利用率に対し、今年の利用率を比較しますと、テニスコートが平日で 17.5% の減、同日祝で 1.2% の減、バレーボールコートが平日で 7.8% の減、同日祝で 15.9% の減、運動広場で平日で 4.6% の減、同日祝で 5.5% の減となっております。また中野池公園について同様の比較をいたしますと、運動広場で平日で 1.4% の減、同日祝で 13.8% の減となっております。最後にワニプールがオープンしている7月から8月までの入場者数については、昨年の 65,613人に対し、今年が 55,886人となっており、昨年と比べますと9727人の減少となっております。次に東武公園の駐車対策についてお答えいたします。議員ご指摘のとおり、東武公園の駐車場不足につきましては、同日に開催される野球大会等グラウンド使用時に発生している状況を確認しております。そのことから早急に取り組みが可能な対策としまして、現状の駐車場進入路で大型車両の進入に支障をきたさない部分に駐車スペース8台分を増設いたしました。また野球大会時の対策としまして、東武清掃工場の駐車場を使用できるよう、施設管理者や枚方体育協会と連携し、昨日12月15日の野球大会において施行としまして、大会関係者の車両10台分の駐車スペースを確保いたしました。今後効果検証を行うとともに、さらなる対策の必要性について検討してまいります。3、中堀片野線整備事業についてお答えいたします。まず現在の整備状況につきましては、平成28年度から一度南中堀21号線より西へ順次整備工事を進めており、平成30年度からは佐田神社前約150メーター区間の整備工事に着手、今年度は大型擁壁工事を実施しているところでございます。今後引き続いて不動八尾平方線までの区間において用地の取得や整備工事を進めていく予定です。杉浦子ども青少年部長。次に4、結婚新生活支援事業についてお答えいたします。本事業は年間所得が400万円未満の34歳以下の新婚世帯に対し、40万円を上限として補助しているものでございます。取り組み効果としまして、補助金を交付した新婚夫婦からいただいたアンケート結果では、新たな生活に伴う経済的不安の軽減にとても役立ったと回答した割合が約8割、またこの補助金が枚方市に住む理由の一つになったと回答した割合が約半分を占めるなど、一定の事業効果を確認しているところでございます。また本事業の平成30年度の交付実績は177件でしたが、不動産店舗に協力を依頼し、チラシ設置を拡大するなどの事業周知に努め、今年度の申請件数は昨年度のペースを上回る実績で推移しているところでございます。白井保健所長。
次に5、循環器病疾患対策についてお答えいたします。脳卒中、脳梗塞やくも膜下出血などについては、かつては死因の第1位を占めておりました。これまで高血圧の予防として、減塩運動による生活習慣の改善などに取り組むとともに、高血圧症に対する治療の推進により、1960年代後半からは死亡者数は減少し、死因のトップはがんに変わりましたが、脳卒中は昨年度の死亡原因の第4位になっております。一方、心筋梗塞や心不全などの心臓病による死亡者数は、高齢化に伴い近年増加傾向にあり、脳卒中と心臓病を合わせた死亡者数はがんに並んでおります。また、介護が必要になった原因に占める割合は脳卒中が最多となっております。脳卒中循環器病対策基本法では、国や地方公共団体及び国民等に対しての責務を明らかにするとともに、循環器病対策の推進に関する計画について、国及び都道府県に策定するよう定めています。すでに大阪府医療計画において、脳血管及び心血管疾患の死亡者数の減少を目的に、生活習慣病の予防を推進するとともに、医療供給体制を構築することを重要としており、枚方市を含む二次医療圏の具体的な対策を市としても実践しているところです。以上。瀬野議員。それぞれご答弁いただきましてありがとうございました。それでは、2回目以降の質問及び要望をさせていただきます。公園の駐車場の有料化についてですが、ワニープールの入場者数の減少が気になります。確か去年もワニープールの入場者数が減少したと記憶しておりますが、今年の減少の原因は何と考えられておられますか。あと、有料化に伴う駐車場の収入はどのくらいあったのでしょうか。また、4月から9月の半年間の施設利用状況を伺うと、少なくとも全体的に有料施設の利用者数が減少し、利用率が悪くなったと思われるのですが、この点について市はどのような見解をお持ちなのか、駐車場の有料化に踏み切った当初の考えも含めてお聞かせ願います。山下部長。はい。屋外プールは気候に大きく左右される施設であり、今年は梅雨明けが遅く、7月が冷夏であったことから、7月の入場者数は昨年の6割程度にとどまったことが減少になった理由と考えております。これは負荷の屋外プールでも同様の現状であったと確認しております。駐車場の有料化については、従事者負担の観点で、駐車場の利用者に私有財産の一定のスペースを専用するために負担をお願いすることで、私有財産の有効活用を図ること、また、駐車場管理の適正化の観点で、目的外利用や長時間利用の状況などの課題解決を図ることとを基本として実施いたしました。有料化に伴う駐車場収入といたしましては、4月から9月の期間で、ワニ公園の駐車場が985万円、中野池公園の駐車場が314万円となっております。また、有料施設の利用率の減少につきましては、指定管理者とともに、自主事業の促進による市民サービス及び利用率の向上に向け、対策案を検討してまいります。以上。瀬野議員。昨年は猛暑であったことや台風の影響などで、本市だけではなく、他市においても屋外の公園の有料施設の利用者数が少なくなったと聞いております。今年も同様のことになっていると考えますが、昨今の気象状況を考えますと、やはり屋外の公園施設だけで運営するのは厳しいではないかと思われます。ワニ公園については、施設の老朽化等の問題から、そのあり方について現在検討されていることから、このような現状を踏まえて、屋内の施設等の検討をしっかり行っていただきたいと要望しておきます。
ただ先ほどの答弁を伺っておりますと、駐車場有料化の影響を受けていることと、こともその一因になっているのではないかと思われます。本質としては、駐車場の有料化は自主財源の確保と、受益者負担や利用の適正化等の観点から進めてきたと思いますが、今後、施設の利用率アップなどのため、どのような対策をできるのか、しっかり検討して、した中で、市民サービスを向上させ、公園全体の魅力を図っていただく、強く要望しておきます。次に、東部公園の駐車場対策についてですが、効果検証を行い、さらなる対策の必要性について検討を進めるとしても、市の行財政改革プランでは、令和3年を目標に、東部公園での指定管理者制度導入を検討していくわけですから、スピード感を持って対策を講じていくべきと考えます。昨日12月15日の大会をもって、どのような効果検証なされるのか、お伺いいたします。山下部長。はい。東部清掃工場の駐車場の利用にあたっては、施設のセキュリティと施設を出入りする業務車両の安全を確保する必要があることから、通行許可書を発行するなど一定のルールを決めた上で、大会関係者に限定した駐車場を使用といたしました。今後、大会関係者から安全性、実用性などについて意見を伺い、必要なハード整備も含め改善すべき点などの検証を行ってまいります。以上。瀬野議員。東部公園は周囲に住宅地がなく、自然に恵まれた環境にあるため、市街地ではできないイベントや遊びの企画によって集客を図ることができると考えられる大きな可能性を秘めた公園であります。野球場やドッグランの利用者だけでなく、開放的なこの空間は市民にとってとても良い公園で、より使いやすく、より魅力ある公園にしなければならないと思っております。自然に恵まれた立地上、車での来園が中心となる公園だと思いますので、引き続き駐車場対策をしっかり講じていただくことを要望しておきます。次に、中堀片野線整備事業について要望させていただきます。現在の整備状況と今後の進め方については理解いたしました。この中堀片野線は、本市南部地域の道路交通網を形成する非常に重要な路線と考えております。この路線が整備されることにより、地域内の通過交通を本路線にシフトすることで、生活道路の交通量が減少し、また本路線には両側に歩道が整備されていることから、子どもたちの通学路など安全な歩行空間の確保が図られます。またこの周辺の地域内には一部自動車のすれ違いにも困難な狭小な道路があることから、本路線を緊急時の連絡経路とすることで、救急活動や消防活動、また災害時の救援活動など防災機能の向上にもつながります。加えて、この路線の北側の高前寺から東へ上がる中堀新郡線は、高校や小学校へ通学する生徒や児童、また通勤する方が大勢利用する道路ですが、特に朝夕の通勤時間帯には自動車の交通量が多く、一部歩道が狭い箇所があるため、必ずしも歩行者の安全確保がなされていない状況です。中堀片野線を整備することにより、この中堀新郡線の自動車通行を分散し、交通量を減少させることで、歩行者の安全確保にもつながるものと考えます。地域からも早期の完成を望む声を多数聞いておりますので、まず現在事業を進められている南中堀1丁目地内の住宅地から、不動八尾平方線までの早期完成に向けて、
しっかりと取り組んでいただくよう要望いたします。続きまして、新婚新生活支援事業についてですが、新婚新生活支援事業の取り組み効果については一定理解いたしました。しかしながら、本事業の効果をさらに高めていくためには、条件緩和なども含めた制度の見直しが必要だと考えますが、見解をお伺いいたします。杉浦部長。結婚新生活支援事業につきましては、結婚支援や少子化対策、また本市での定住を促進していくためにも、市内外への周知に努めながら効果的に取り組んでいく必要があると考えております。引き続き国の補助制度の動向も踏まえながら、より新婚世帯の夫婦が本市に定住いただける内容となるよう検討してまいります。以上。瀬野議員。新婚新生活支援事業に平成、30年度は約6300万円という大きな事業費が使われております。新婚生活の経済的負担を軽減するとともに、少子化対策や定住促進を進めていく上で有効で重要な制度だと考えております。市長も所信表明で選ばれる町になるよう主々の施策を推進すると言われております。また住みたい町ランキングの上位に常にノミネートされるよう定住促進に向けた取り組みが重要であると考えます。今後さらに所得制限や年齢制限などの条件緩和を積極的に取り入れ、より効果的な制度になるよう見直していただくことを強く要望いたします。次に、循環器病対策についてですが、脳卒中等の生活習慣病に対して、これまでも予防対策等に取り組まれてきたとのことですが、どのような取り組みをされてきたのか、お伺いいたします。白井所長。第2次枚方市健康増進計画において、生活習慣病の発症及び重症化予防を掲げており、この中で脳卒中循環器病の予防への取り組みを進めているところでございます。具体的な取り組みとしましては、保健センターの専門職による健康講座や健康教室の場で減塩教育や血圧指導を個別に行うほか、全市民に向けて広報枚方で健康レシピの紹介をするなど、家庭でできる健康習慣の普及を図っております。また健康都市枚方コンソーシアムに参加する病院ととも連携し、専門医による講演会の実施など脳卒中循環器病予防対策に進んでおります。瀬野議員。本市では健康増進計画に基づき、脳卒中循環器病等の生活習慣病の発症及び重症化予防について、これまでも取り組みを進めていただいているところでですが、今後ますます高齢化が進む中、循環器病の発症が増加することが予想されます。健康寿命の延伸や医療費の抑制の観点からも、国及び府が策定する計画との調和を図り、脳卒中心臓病などの循環器病の予防をはじめ、必要な施策をしっかり講じていただくよう要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて瀬野正信議員の質問を終結します。